マメ、ちゃんと言うこと聞かないとダメだよ。ちょっとマメ、どうしたの？いつもはおとなしいのに。マメ！マメってば。おじさん、おじさん。起きた。大丈夫？大丈夫、おじさん。ああ、よかった。ここは？ここは朝顔、養護施設です。施設？ああ、でもよかった。おじさん、浜辺で死んだみたいに倒れていたから本当に心配しちゃった。浜辺？そうか。流れ着いたんか。本当に大丈夫？おじさん。今、うちのおじさん、あ、この施設の管理人の人がね、どっちもおじさんだからね。遭難者なんじゃないかって警察に連絡に行ってる。だから安心して。警察？起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ、私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。おじさん。どうしたんだ、ハルカ。おじさん、おかえり。ああ、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫みたいだよ。うん。あ、そうだ、私ちょっと町のスーパーまで行ってくるね。晩ご飯の用意しなくちゃ。ん？ああ。それじゃあ、行ってくるね。意識が戻って何よりだ。どうだ、体の方は大丈夫か？ああ、迷惑をかけたようやな。いろいろと申し訳ない。気にしないでくれ。ちょうど施設の小学生の子供たちが遠足やら修学旅行で出かけているから暇になっていたところなんだ。そうか。それよりあんた、一体何があったんだ？朝、犬の散歩に出ていたハルカが砂浜で倒れていたあんたを見つけたんだ。覚えているか？ハルカ。さっきまで看病していたあいつだ。あ、ああ、あの子の名前か。記憶はちゃんとしているようだな。ああ、覚えとるよ。そうか。じゃあ聞くが、どうしてそこの浜辺に流れ着いたんだ？何があった？どうした？言いたくないのか？いや、そういうわけじゃないんやが。あんた、名前は？名乗れない立場ってわけか。いや、助けておいてもらった立場でこういうのもなんなんやけど、人に名前聞くときは自分から名乗るんが礼儀っちゅうもんなんちゃうか？すまんな、勝手なこと言うて。キリュウだ。キリュウカズマという。キリュウ、浜崎の言うていたやつか。ん？どうした？俺のこと知っているのか？いや。それであんたの名前は？鈴木。そう、鈴木や。なんで嘘つくんだよ。鈴木さんか。よくいる名前だが、こっちの地元の人間じゃなさそうだな。
まあいい。ところで、何の荷物も持ってなかったようだが、この後どうすんだ？え？病院に行くにしても、警察に行くにしても、身分証とかが必要だろ。とりあえず家族に連絡する必要があるなら、俺が何とか協力するが、どうする？俺にできることがあったら言ってくれ。ガン見じゃん、キリュウさん。まっすぐな目で。あんた、ほんまにキリュウさんか。ああ。は、偶然ってやつはあるのもんなんやな。まさか流れ着いた場所があんたのとこやなんて。キリュウさん、あんたに折り入って頼みたいことがある。そうだな。つまりあんたは、あんたと同じ船に乗っていた俺の知り合いって男に俺を頼れと言われたと。ああ。船は転落、転覆、乗組員が溺れる中、あんた一人は自力で泳いで難を逃れたというわけか。せや。キリュウさん、頼む。俺はどないしても、カモノ町に行かなあかんねや。10万も貸してくれとは言わん。東京に行けるだけの金貸してくれれば、それでええんや。金は必ず返す。用が済んだら、日雇いでも何でもやって、金作ってすぐに書き留めて送る。せやから、頼む。俺に金を貸してくれ。あんた、何年食らってたんだ？え？何年、氷の中にいたのかって聞いてんだ。へえね。へって。何言うてんねん。俺は、あんたが、漁船の上流乗組員じゃないってことは分かってる。さっきあんたが寝ている最中、水上警察に行って、遭難船の情報を調べた。昨晩はしけもなく、潮流は安定していた。水難事故にあった船は一隻もないそうだ。な。それにな、今の時代、ここから東京まで移動するのにいくら必要だか知っているか。そないなもん。3万くらいあれば十分やろ。飛行機に乗るだけだったらそうだ。だが空港行くにもタクシーや電車を使うだろ。東京での移動もそうだ。今タクシーの初乗りがいくらだか知っているのか。わからないよな、そんなこと。長いこと塀の中にいれば当然だ。なんでや。なんでそれだけで俺が無所にいたっちゅうことがわかったんや。はるかだよ。はるか。そうか、昼間のことやな。ああ。あんた見てたんか。あの時わかった。あんたが長い時間女に触れてない環境にいたんだってことかな。そうか。俺もな、長いこといたんだよ。ええ。10年。暗い独房で孤独な生活を送った。まあ10年なら早い方だったんだが。10年で早い。殺人か。多分あったはもっと長いんだろう。いや、まだ続いているのかもしれない。違うか？悪いことは言わねえ。もしあんたが刑務所を抜け出してここに来たんだとしたら、やり直せるうちに戻った方がいい。まだ世間も騒いでない。今出頭すれば脱獄の罪も軽減されるはずだ。どうだ？そういうことなら俺は力を貸すが。はっ。どうしたんだ？俺にはもう後はないんや。ここで戻ったら即死刑執行に決まっとる。死刑？10年やと？10年で出所したやつに何がわかるっちゅんや。俺はどないなことしても今カムロ町に戻らなあかんねや。人生やり直すとかそんなんは鼻から考えてへん。俺には時間がないねん。捕まる前にどないしても確かめなあかんことがあるんや。俺が味わった25年間の苦しみを味わわせたらな気が済まへんねや。俺は何としても親父の仇を取らなあかんねや。復讐か。キリュウさん、あんたとあのお嬢ちゃんには感謝しとる。せやけど、訴状がバレた以上、もうここにはおられへん。頼む。乱暴なことになる前に素直に金貸してくれや。
キリュウさん、頼む。断る。なんで？あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが、俺に復讐の手伝いはできない。俺は今まで何度も復讐に巻き込まれてきた。だが憎しみや恨みって感情だけで復讐を果たしても、後に待っているのは悲しい結末だけだ。あんたがどうしても復讐をするっていうなら、その訳を教えてくれ。事情もわからないのに手助けはできない。教えられへん、言うたら。俺はあんたをここで止める。答えはノーか。すまんな。俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用できへん。なるほどな。どうやらあんたは俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュウ、来い。キリュウカズマ。やってやりましょう。はい、OK。さすがに強かったね、ちょっと。様子はどうだ？苦しそう。何かにうなされてるみたい。そうか。医者の話じゃ疲労がピークに達しているらしい。栄養状態も良くないだろうと。心配か？うん。でもそれより、さっきこの男が言ってた浜崎のことか。うん。ねえおじさん、浜崎って1年前神室町でおじさんのことをナイフで刺したあの浜崎って人のことでしょ？私まだやっぱり浜崎って人のこと許せないよ。ああ、お前の気持ちはよわかる。もしこのおじさんが浜崎って人の知り合いだったら、やっぱり私、許せないか？はるか、もしかしたらこの男はあの浜崎の知り合いかもしれない。でもだからといって、この男が悪い人間と決まったわけじゃない。そうだけど。それに、浜崎も今は変わっているかもしれない。1年前の浜崎は確かに悪い奴だった。
でもそれも浜崎が登場会の後目争いに敗れ、すべてを失った怒りの矛先を俺にしか向けられなかったからなんだと思うんだ。俺はな、今でも浜崎が俺を頼ってやってきたら力を貸してやるつもりだ。もしあいつが人を信じる心を持っていればの話だけどな。おじさん。お前はどう思うんだ、はるか。このおじさん、あの浜崎と知り合いだったとして悪い人間に見えるか？この男は極道者だろう。彫りの深いしっかりとした入れ墨も入ってる。だがそれは俺も同じだ。お前は今までそんな男をたくさん見てきたろう。その中にはいい奴もいれば悪い奴もいたはずだ。そんなお前が見てこの男はどう見えるんだ？なんとなくだけど、悪い人じゃない気がする。本当になんとなくなんだけどね。そうか、わかった。ん？どこ行くの？買い出しだ。買い出し？ああ。この男が目覚めたらすぐに何か食べさせないとダメだろう。医者も栄養が足りてないって言ってたからな。でもこんな時間じゃお店どこも開いてないんじゃ。大丈夫だ。街まで行けば何かしらあるさ。そうかもしれないけど。不安か？この男と二人きりだと。え？いや、そんなことはないけど。大丈夫だ。こいつはお前を襲ったりするような男じゃない。それじゃ、行ってくるな。あ、そうだ、はるか。玄関先に置いてあるバッグ、その男の荷物らしい。え、そんなのあったの？さっき海辺で見つけたんだ。もしそいつが目覚めたら渡しておいてくれ。わかった。それじゃ。大丈夫なの、鈴木さん。鈴木？ああ。キリュウハンは？ああ、おじさん？おじさんなら買い出しに行ったよ。なんか鈴木さんに栄養のあるもの食べさせなきゃって。そうか。あ、そうだ。よいしょっと、はあ、重かった。はい、これ鈴木さんのなんでしょ。おじさんが起きたら渡せって言ってた。なんか海辺でおじさんが見つけたんだって。鈴木さんのものだから渡せって。どうしたの鈴木さん、大丈夫？ああ、大丈夫や。鈴木さん？お嬢ちゃん。いや、はるかちゃんが。ほんま、いろいろありがとうな。え？おじさんは今すぐ出かけなあかんねん。はるかちゃんともこれでお別れ。
え、でも今3時過ぎだよ。おじさんには時間がないね。でもさ、鈴木さん怪我してるんだし、もっとゆっくりしていった方が。ほなな、はるかちゃん。鈴木さん。鈴木さんちゃうね。俺は佐江島や。佐江島大河。え、佐江島さん。そうや、桐生さんにも言うといてくれや。俺は佐江島やったで。あ、うん。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほらな。おじさん。ただいま。おじさん、鈴木さん、あ、違う、佐島さん帰っちゃったよ。そうか。そうかっていいの？まだ怪我治ってなかったみたいだけど。ま、大丈夫だろう。大丈夫って、まあ。あ、おじさん、そういえば買い出しは？ああ、やっぱりこの時間じゃ店開いてなかった。はあ、もうこれだから大人たちの考えてることは分かんないよ。三章、空白の25年。これがカムロ町か。だー、ぼーっとしてんじゃねえよ、おっさん。どないなっとんねん、この町は。25年ぶりのカムロ町か。笹井のおやっさんを探さな。まずは笹井組のあった場所に行ってみよう。西公園の前だったな。行きましょう。これ、さ、話しとこう。おい、お前、俺の近くであんまり目立つ動きをするんじゃない。町の警察官どもに俺が目をつけられるだろう。現在、カムロ町はカムロ町の警戒監視を強化しており、怪しい人物を見逃すまいと、多くの警察官が町で警らや巡回を行っています。警察官にはその場で見張っている警らタイプと、怪しい人物に接見し、職質する巡回タイプがいます。走って移動すると巡回している警察官に見つかりやすいので注意しましょう。また R3 で主観モードになっていく先を観察してから移動するのも安全に移動する手段です。警官がうろうろしてんだ。普通に歩いた方がいいってこと？この辺りに笹井組があったはずや。もう跡形もなくなっとるな。この辺におる人にでも聞いてみるか。ちょっとええか。昔この辺りに笹井組って事務所が、組事務所があったんやけど知らへんか？ああ、なんか覚えてるよ。20年とか30年とか前の話だよな。この辺りはちょくちょく筋者が集まってたな。多分それや。で、組長とかどこにいるか知ってたりせへんか？さすがにそれはわからんな。ただ徳さんなら知ってるかもな。徳さん、それは誰や？どこにいるんや？徳さんはまあ、ホームレスだよ。カムロ町に住んでもう何十年にもなる人だ。いつもカムチカにいるよ。カムチカ。昭和通り沿いにある地下街だよ。あそこそこ最近にできたんだ。ちょっとしたお店なんかが立ち並ぶ商店街みたいなもんさ。わかった。カムチカだな。そこにその徳さんとやらがいると。ああ、多分な。きっと何かわかると思うよ。カムチカ行きましょう。
はい、こいつですね。なあ、あんたが徳さんか。うん、そうだが、なんだお前さんは。俺は西島いうもんや。ちょっと昔のカムロ町に詳しい人を探しててな、あんたならわかるだろって紹介されたんや。あんた、この町で長く生活してるんやって？ああ、そうだよ。もう30年ぐらいになるかな。いつから住んでるかも忘れちまった。そうか。なあ、笹井組って知ってるか？なんか聞いたことあるような。少なくとも25年前にはこの町にあった。組事務所だ。組事務所は西公園前にあった。ああ、なるほど。なんか思い出してきたぞ。なんか心当たりありそうやな。あと一歩。酒でもあれば思い出せるんだがな。酒？ああ、ここのところ酒買う小銭もなくてな。わしの主食なのに全然飲んでない。酒があれば思い出せそうなんだけどな。酒か。持っとったかな。ヨモギとゴミとタフネスしか持ってねえや。酒ねえや。買ってこねえと。なんだ、酒は持ってねえのか。酒が飲みたいんじゃ。酒飲みてえだけだろ。ちょっと買ってきてまた戻ってきますね。はい、買ってきました。おう、あんたが酒を持ってきてくれたかい。酒か。確か持っとったな。ああ、日本酒。ほら、酒だ。これで笹井組のことを思い出すか？おう、おう、おう、これはありがたい。ちょっと待っててくれるか。へへへ、何しろ久しぶりの酒だからな。首、うん、うん、ぐわぁ、うん、体に染み渡るに。ああ、うまい。とっついたろか。そうか、それはよかったな。で、どうや、思い出したんか。ああ、思い出した。あの笹井組か。腹立つわ。残念だが、笹井組はもうない。構成員も、チリジリになってしまったようだ。やはりそうか。で、組長は、笹井の親父はどこにいるかわかるか。悪いが、笹井のことはわからんな。そんなにがっかりするなよ。そもそも国道門の動向なんて、大っぴらになるもんじゃねえだろう。力になれなくてすまんな。そうだな。まあ、物探しのセオリー通りだが、ゆかりのある場所に行ってみたらどうだ？手がかりは何もなくなってしまった。ゆかりのある場所。昔住んでたアパートに行ってみるか。ほう。アパート行ってみましょう。こっちね。なんかさ、よく勘違いされんだよね、俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。だからいっつも舐められるわけ。でもさ、俺一応あの新井の兄貴の射程やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。俺なんか簡単に生け取れると思った？甘えんだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまで経っても新井の兄貴は捕まえらんないぜ。おい、お前今柴田組って言ったか？あんたは？俺は元東条会笹井組の人間や。笹井組？あんたが倒したこいつら全員柴田組の連中なんか。そうだけど、あんたその筋の人間か？は？まあそうですけど。どこの組や？いや詰め寄るな。その登場会っていうか柴田組だけど、なんで柴田組の人間が柴田組とやりおとんねや？え？いや、ちょっといろいろありまして。組抜けた報復は、いや、そういうわけじゃないんですが、元柴田組の人間やったらちょうどええ。あんたに手伝ってほしいことがある。
何ですか？山菜の親父の行方、一緒に探してくれや。お、ほら。う勘弁してくれよ。こっちはこっちで忙しいんだ、おっさん。くそ。はい、オッケー。あんた何者だよ。俺は情報が欲しいだけや。頼む、俺に力貸してくれや。わかったよ。だからもうちょっと休ませて。なるほどな。そないなことがあったんか。そうなのよ。それであんたに親組織から追われる羽目になっちゃったわけ。あんなに。それでその荒井って男はまだ見つかってないんか。探そうにも柴田組の連中は追っかけてくるわ。秋山さんには頼れないわで。一向に進んでないのよね、これが。その秋山って金貸しは無事なんか。ああ、秋山さんは大丈夫だよ。スカイファイナンスは警察が張ってるからね。柴田組の連中も迂闊に手を出せないでしょ。警察が。どうしたの？急に顔色が悪くなったみたいだけど。いや、せやな。警察が張ってんのやったら安心やな。あ、そういや、おっさん、さっき、笹井組がどうのって言ってたけど、あれって何？東上会系笹井組、25年前、笹井っちょ男が張ってた東上会の三次団体や。三次団体。うちの金村京工業と一緒だ。25年前まで笹井組と柴田組は東上会の三次団体として株の町でしのぎを削り合ってた関係なんや。うちの親組織と？当時柴田と俺の親父は東上会の直系昇格をかけて争ってたんや。同じ組内での権力構想ってやつか。せや。俺は必死やった。なんとかして親父を直系にあげたい。男にしてやりたい。そんな気持ちであの襲撃事件を起こしたんや。襲撃事件？殺しや。俺は東上会と敵対していた上野清和会の総長、上野義春と幹部組員を襲撃した。都内のラーメン屋でな。ええ、上野清和会。あ、それってもしかして。知っとったが、あれはな、俺の仕業や。ちょっと待ってよ、おっさん。でもあの事件って18人だかを一人で殺したっていう伝説の事件じゃ。ふ、伝説か。実際はそんなかっこええもんちゃ。俺は親父が直系になるのを信じて捕まった。死刑も覚悟の上や。せやけど、何時になっても迎えは来んかった。今の今までな。ってことはだ、もしかして、ひょっとしておっさん、ああ、脱獄してきた。つい数日前にな。悪いな、驚かせてもて。せやけど、俺はどうしても死ぬ前にこの目で確かめたかったんや。何を？笹井の親父が本当にこの町から消えてしもたのか、それに、真島の兄弟が本当に俺を裏切ったのかをな。ちょっと待った。なんや。ちょっと待ってくださいよ。話がでかすぎる。もしあんたが本当にあの佐江島さんだったとしても、そんな事件の協力俺にはできませんって。どうしてや。だって俺は弱小三次団体の一チンピラ、それに今はその親組織からも狙われてる存在なんですよ。そんな俺に何をどう協力しろって言うんですか。別に大したもんは期待はしとらん。え？人を紹介してくれるだけで。人？ああ。25年前のカモロ町のことをよく知る人間。それもできれば正確な情報を持っている男。正確な情報。せや。そないな人間、誰か知らんか。どうした？一人いますよ。誰や？伝説の情報屋です。花屋か。情報屋？さあ、そろそろ行きましょう。こんな目立つところで話してると、警察にも職質かけられそうだし。それに柴田組の連中にも見つかっちまう。
それじゃ。俺が隠れ家として今使ってるアジトへ案内しますよ。そんな場所があんのか。ええ、俺についてきてください。アジトへ。こちらです。ついてきてください。はい、行きましょう、じゃあ。ここです。ほう。ちょっと前にいろいろありましてね。ここに座ってた連中がいなくなったんで使わせてもらってるんです。ホームレスが多いな。そうですね。ここは彼らの場所なんですよ。アジトが使用可能になりました。セーブアイテムボックス、使えると。そうだ、伝説の情報屋の話を教えておきましょうか。ああ、そんな奴がおるんか。そうです。なんでも、このカモロ町のあらゆる出来事をすべて記録しているという人がいるらしいです。実態は俺もよくわからないのですが、カモロ町のことで知らないことは何もないという噂です。そんな人間が。ただ、俺が知っているのはそこまでです。なんでも、その情報屋はホームレスを使って情報を集めているとも聞きますよ。だからむしろホームレスに聞いた方が情報屋のことがわかるかもしれないですね。あ、そういえば、ないや。今日はやけに警察が多い、警官が多いんですよね。気をつけた方がいいですよ。そうなんか。じゃあ、花屋を探しに行くんですね。はい、そんな感じでこの辺でやめときましょう。ありがとうございました。ではまた。